ハイテク犯罪テクニカルオフィサーは、東京都の警視庁に所属する警察官。警視庁ハイテク犯罪対策総合センターのほか、警視庁本部の各課、東京都内の各警察署などに所属し、サイバー犯罪の捜査、資機材管理運用などの任務に就く。2006年12月28日に、ハイテク犯罪テクニカルオフィサー運用要項が制定され、 2007年1月1日に要項が実施することとされた。コンピュータ、コンピュータネットワークの専門的知識、技能等を有するハイテク犯罪テクニカルオフィサーは、警部以下の階級で、管理職以外の警察官の中から認定される。認定候補者は、所属の庁により推薦され、警視庁本部設置の、ハイテク犯罪総合対策本部の本部長が、 最終的に認定する。認定者には認定証が交付される。警視庁ハイテク犯罪対策総合センターの所長が認定者をハイテク犯罪テクニカルオフィサー名簿に記載する。東京都内の各警察署では署内にハイテク犯罪対策推進本部を設置し、警察署長が本部長となり、ハイテク犯罪テクニカルオフィサーなどの専門署員で チームを形成している。各警察署のハイテク犯罪対策推進本部の事務局は生活安全担当課、東部警察署は生活安全を担当する係。ハイテク犯罪テクニカルオフィサーは重大ハイテク犯罪、サイバーテロー等の緊急時の招集要因になっている。ハイテク犯罪テクニカルオフィサー運用要項により次のような認定基準がある。 ありがとうございます。